俺たちのジャパンへようこそ。皆さんは最近海外旅行へ行きましたか？コロナウイルスが落ち着いたら行ってみたいところを計画されていた方も多いかと思います。実際には解禁されたことは多いとはいえ、まだまだ油断はできない状況ですし、円安や燃油サーチャージ、航空運賃の高騰、ウクライナ情勢などの問題もあり、思う通りにいかないということも多いですよね。そうした状況の中で海外に行くというと、周りの目が気になってしまうという方もいるのではないでしょうか。現在は海外の観光地を訪れる日本人はあまり多くないようです。しかしお隣の国韓国では海外旅行に行く人が増えているといいます。そのため海外の観光地では日本人観光客が減った代わりに韓国人が増えてきました。そうした観光地では実際にどのような状況になっているのでしょうか。今回のお話はとある国の観光地で働く外国人がその様子を語ってくれます。どうやら彼はもともとアジア人のことをあまりよく知らず、大きな勘違いがあるようです。そんな外国人は日本や韓国からの観光客をどのように見ているのでしょうか。ぜひ最後までご覧になって確かめてみてくださいね。僕はイギリス人のアルバート。ロンドンのカフェで働いているんだ。昔からカフェの雰囲気が大好きで、 SNS などでいろいろな国のカフェを見たりするのが好きなんだよね。それぞれに素敵な個性やコンセプトがあって、ずっと見ていて飽きないよ。日本のカフェも見たことがあるけど、特に古い日本を思わせるようなノスタルジックな雰囲気のお店が素敵だと思う。僕は古い日本のことはあまりよく知らないけど、なんとなく懐かしい気持ちになるから不思議だよね。あとは漫画喫茶やメイドカフェみたいな日本独特の文化も面白いなって思う。僕の働いているカフェはロンドンで最も定番の観光地ともいえるバッキンガム宮殿のすぐ近くなんだ。エリザベス女王の住んでいた場所で、イギリス王室が世界中の賓客をもてなしている迎賓館だ。ロンドンに来た時はぜひ訪れてほしい観光地の一つなんて言われているよ。当然お店には地元の人たちの他にもたくさんの観光客が来てくれるんだ。あなたはロンドンに観光に来たことがある？実は僕は一時期日本人のことが嫌いだったんだ。それには理由があって、僕的にすごくトラウマになっていることがあるんだけど、話してもいいかな？僕の働いているカフェは歴史あるイギリスらしい老舗店だ。イギリスというと紅茶のイメージが強いかもしれないけど、とっても美味しいコーヒーが自慢なんだ。注文を受けてから一杯ずつ丁寧にドリップして提供されるコーヒーはお客さんに大人気だ。ある日、お店にすごく感じの悪いアジア人のお客さんが来た。もともと僕は中国人、韓国人、日本人、台湾人と言われても見た目の違いはほとんどわからなかったし、アジアの言葉もほとんど知らなかった。でも彼が着ている T シャツの背中には忍者のイラストがプリントしてあった。キャラクターはあんまり詳しくないけど、忍者ってローマ字で書いた文字も入っていたから間違いない。忍者が日本のものだってことくらいは知っている。この人は日本人だろうと僕は決めつけた。その人はとにかく話す声が大きくて、電話がかかってきたらみんなが振り返るくらいの大声で話す。コーヒーに合うペストリーを食べるときにくちゃくちゃと音を立てるのも嫌な気持ちがした。帰るときにお店のあらを探すように嫌味を言ってきて、料金を安くしろというのにも腹が立った。お店が気に入らなかったのなら結構です。日本人は二度と来ないでください。僕は気づくとそう怒鳴っていた。すると彼は顔を真っ赤にして早口で何かを怒鳴り返してきた。そして叩きつけるようにお金を払うと大きな足音をさせて出て行ってしまった。外国語だから何を言ったのかはわからなかったけど、
ものすごい怒りようだった。僕は普段あまり怒鳴ったりすることがないし、嫌な人だったとはいえ、お客さんをこんなに怒らせた自分自身が嫌になってしまって、結構落ち込んでしまったんだよね。それから日本人のことは嫌いだなって思うようになった。そのお客さんは二度と来ることはなかったけど、別の日本人が来た時は身構えてしまうようになった。でもそれ以降はそんなトラブルが起こることはなかった。逆に拍子抜けするくらいマナーのいい日本人がほとんどだ。穏やかに来店して、穏やかに注文してコーヒーを楽しんで帰っていく。たまにトラウマのお客さんを彷彿とさせるような人が来たけど、あの人は韓国人だよと言われたりした。僕はもともとよくわからなかったアジア人のことがさらにわからなくなり混乱した。それで同じお店で働くスタッフのジョージに相談してみた。ジョージは僕よりも何年か前から働いている先輩だから、いろんなお客さんのことに詳しいし、アジア人の友達も何人かいるって聞いている。そんな彼に僕がトラブルがあったお客さんの話をすると、そのお客さんって本当に日本人だったの？アルバートの勘違いっていうこともあるよね。僕は日本人のお客さんに嫌な思いをさせられた経験なんてないよ、とあっけらかんと言ったんだ。そうか、そう言われるとそうなのかな。僕はアジア人を見た目だけで区別するのはすごく苦手だ。真相を確かめることはもうできないけど、別の国の人だっていう可能性もかなりある。でも以前は日本人の観光客を見かけることも結構あったけど、最近はあまり見かけなくなったよね、とジョージは言う。え、そうなの？もしかして僕が嫌がったせいで来なくなってしまったんだろうか。僕はなんだかすごく申し訳なくなってきてしまった。誰だって嫌がる人がいる場所に行きたいとは思わないだろう。僕がよくわからないまま日本人を嫌がったせいでお客さんが減ってしまったんだろうか。僕がしょんぼりしているとジョージは、日本は今円安だから海外旅行はあんまりしたがらないみたいだよ、と教えてくれた。旅行はお金を使うことが多いから、通貨の価値が下がっている時に外国でお金を使おうとすると損をしてしまうことが多いからね。逆に僕は今日本に旅行に行くのもいいなって思ってる。同じサービスを受けられるんだったら誰だって得になる方がいいって思うものじゃないか。なるほど、旅行をする時のお金の問題は大きいから気持ちはよくわかるな。それに日本の国内には美しい自然や温泉、美味しい食べ物などがたくさんあるから、わざわざ海外に旅行しなくても満足しているっていう人も多いみたいだね。僕も友達が送ってくれる写真を見るとよく羨ましくなるよ。ジョージは日本が好きなんだね。うん、日本人はすごく礼儀正しいし、とても魅力的な国だと思うよ。イギリスに観光客として来てくれるのもありがたいことだって思ってる。でも日本人は人の気持ちを大切にするから、いろいろと問題がある状況だと勤務先が海外旅行を禁止したり、周りの目が気になったりして出かけにくくなってしまうんだって。ほら、コロナウイルスだって解決したわけじゃないし、ウクライナの情勢もあるしね。なるほど、ちょっと残念な状況だけど、日本人がイギリスが嫌いになったわけじゃないんだね。僕はちょっと安心した。しかしこうして聞くと、僕が思っていた日本人のイメージは間違っていたのかもしれないって思えた。でも僕としてはそういう日本の影響ですごく気が重いことがあるんだよね。そう言ってジョージが肩をすくめるのを見て、僕はまたしても混乱した。え、どういうこと？日本のせいでジョージが何か迷惑しているの？やっぱり日本人も迷惑をかける人たちなのか？僕はジョージの言葉の意味がわからなくて聞き返すと、彼は言う。日本のせいでっていうのもおかしいな。
日本人が来ない代わりに最近よく目につくアジア系旅行客がいるんだよ。アルバートも気になっているだろう。と僕が言うと、ジョージは韓国人だと言う。日本人に人気だった場所が最近はそっくりそのまま韓国人に入れ替わってしまっているんだよね。来たい人が来てくれればいいやって思っていたけど、韓国人ってマナーが悪いんだよ。ゴミをポイ捨てしたり、痰を吐いたりするし、大声で騒いだりする。お店でトラブルを起こしたりもするしね。なんだかうんざりしてしまうよ。お店でトラブルを起こすと聞いて、僕はハッとした。やっぱり僕の会った最悪なお客さんは韓国人だったんじゃないだろうか。韓国人は日本人と違って積極的に海外旅行をしているんだって。韓国は日本とは違って国内旅行にあまりバリエーションがないから、海外へ行きたいって思う人が多いらしい。周りの目を気にする人よりも、みんなが行っているならいいじゃないかって思う人の方が多いみたいだし。なんだか日本と韓国って隣り合った国だけど、全然状況が違うみたいだね。僕は意外に思った。言われてみると、確かにバッキンガム宮殿や近くの観光地、僕の働くお店でも韓国語の文字が増えているように感じる。そうか、日本人と韓国人って全然違うんだな。そして韓国人が増えるとこういう状況になるのか。僕は日本人、韓国人などアジアの人たちの認識を今度こそはっきりと改めることにした。せっかく遠くからイギリスの魅力を見に観光に来てくれることはとてもありがたいことだ。でもマナーよく礼儀正しく過ごしてくれる日本人は大歓迎したいなって思う。いろいろな状況はあると思うけど、ぜひ機会があれば日本の人たちにイギリスに来てもらいたいなって思っているよ。カフェのスタッフさんが会ったのは韓国人の観光客だと思う。僕も以前ベトナム旅行した帰りの空港のお土産屋さんで並んでいたら、中国人や韓国人が横入りしてきて腹が立ったよ。日本人は絶対にそんなことしないよ。今まで海外旅行一辺倒で年に 2,3 回は行っていたけど、コロナ禍の3年間を通じて地元日本の良さが分かったよ。何より移動が楽で、景色が綺麗で、美味しい食べ物が多い。今が円安で海外でお得感がないというのもあるけれど、しばらくは日本旅行を楽しみたいな。日本人が海外旅行に行かない理由は、単純に外国より日本がいいからじゃないかな。僕だって行くなら日本がいいって思うよ。韓国に観光地は少ないから、国内よりは少し割高でも海外に行くんじゃないかな。日本は南北に細長いから、北海道に行けばスキーリゾート、沖縄に行けば南国リゾート、長野に行けば山岳リゾート、九州に行けば温泉スパリゾート、京都に行けば千年の都で歴史と文化を楽しみ、東京では世界一レベルの大都市を楽しむことができる。その他にも富士山、ディズニー、ユニバーサルスタジオもあるし、魅力的な観光地がたくさんある。日本には外国人だけじゃなくて、日本人自身にとっても魅力的な観光地がたくさんあるよね。韓国はコロナ禍で国内旅行しかできなかった時、行き先がチェジュ島ぐらいしかなかったんだよ。日本でも対馬の神社が韓国人お断りと表明したという話を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。対馬は観光客全体の 80% を韓国人観光客が占めるほど韓国人に人気の観光スポットですが、基本的なマナーを無視する一部の韓国人観光客に地元の人たちの不満があふれました。こうした状況は日本だけに限りません。海外でもホテル、飲食店、タクシーなどが韓国人の受け入れを拒否する場面が見られます。
対して日本人の公共性や協調性の高さには外国人たちから感心する声が集まり高い評価を得ています。新型コロナウイルス化が落ち着きを見せ日本人の国内旅行が再びにぎわいを見せていますが、その一方で海外旅行の再開ペースは未だ鈍いままです。ところが韓国人は海外旅行解禁からすぐ動き、借金をしてでも海外旅行へ行くという若者も多いんだそうです。そのため観光地では韓国人だらけという状況も少なくないんだとか。日本と韓国は隣同士の国ですが、様々な面で違いがあります。海外旅行に対する差も国民性の違いがはっきりと出ているようですね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄にお寄せください。またよかったら高評価ボタンシェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。